一生抜けたらダンゴムシ。今日はパスワードというお話です。私はただクレバーに仕事をする。空気を読んで笑うこともない。多分この会社に来てから笑ったことなど一度もないと思う。そんな私を周りは密かにクールビューティーなんて呼んでるらしい。しかし私は会社員。今回不本意な仕事を受けようことになった。仕事もできないセクハラ役員の秘書だ。でもこれは仕事。必要以上の感情は封印して、ただ目の前の仕事をやり遂げてみせるわ。上司は早速仕掛けてきた。君、共有する PC のパスワードを設定してログインしてくれ。パスワードは PENIS ペニスだ。役員はにやけた顔で指示を出す。私は瞬きもせずパスワードを入力し、上司に言った。ログインできませんでした。パスワードが無効です。短すぎるようです。久しぶりに笑った。